さあ7番後ろがってヘッティング決まった、シャーシュート。全国高等学校サッカー選手権大会は今年がちょうど100回大会記念大会でした。まあ、この間、100回という中で、埼玉県は非常に強かったんですよね。埼玉市間を含めてなんと13回、全国、高校日本一を、記録しているわけなんですが、すごい優勝回数だと思います。ただそういった中で、今この現状ではちょっとこう優勝から遠ざかっている、ちょっと心配な部分もあるんですが、そこで今日はですね、テレタマのアーカイブでこの埼玉県の、名シーンも多々あります。それも紹介しながら、そしてまた、関係者の方にもいろんなこう声を拾っておりますので、それも紹介しながらですね、過去現在未来ということで、この埼玉の高校サッカーを熱く語っていただこうと思います。それでは3人の方ご紹介いたしましょう。まずですね、長く埼玉の高校サッカーを牽引してまいりました、そして60回記念大会、見事全国日本一になっています、前のブラン高校の監督大山輝人さんです。よろしくお願いします。お願いします。大山さんも長く本当こう埼玉県を引っ張ってこられているんですが、この100回大会という何かこう思い入れというのはありますか？そうですね、この埼玉における高校サッカー、私人生の半世紀にわたる期間、携わっておるわけですけども、一喜一憂ですね、非常にいい経験をさせていただいたと、深く思ってます。そうですか。さあ、そしてですね、浦和南高校の OB です。で、ちょうど100回大会も55回大会が首都圏開催だったんですが、その時に1年生で、見事全国日本一になりました。そしてまた元日本代表のプレーヤーでもあります、水沼貴史さんです。お願いします。お願いします。水沼さんも、高校生活はもちろん3年しかないんですけれども、その積み重ねが今100回ですよね。この100という数字どうですか？やはり長い歴史を感じますし、僕はちょうどこう半分過ぎて、そこから先の、スタートの地点で、ピッチに立たせてもらって、首都圏開催だったので関東圏のチームが絶対優勝しなきゃいけないみたいなプレッシャーがあったんですよね。やっぱりその先の高校サッカーを考えると、やっぱり盛り上がりだったり、全国的にやっぱり高校サッカーの人気だったり、そういうところが、後々感じましたけども、そういうところを担ってきたなっていう自負はあります。ですよね。さあ、そしてもう一人ご紹介しましょうか。長い歴史の中で今の埼玉県を考えたら、やはりこう埼玉県を引っ張っていると言っていいでしょうね。98回大会、99回大会は、全国ベスト8連続でした。ということで、ご紹介しましょう。昌平高校の藤島貴之監督です。お願いします。よろしくお願いします。藤島さんはまだまだもちろん今日のメンバーの中では一番若いわけで、100回と言われてもピンとこないよということかも分かりませんが。そうですね。ただね、私も、選手権には一度出場させていただき、また今指導者としてやらせていただく中で、もう本当に100年の歴史、重みというのはすごく感じながら、またそこで、選手が、こういった、経験ができるというのは本当に次のステップアップにもつながると思いますし、本当そういった意味ではもう成長につながる場だというふうに認識しています。今日は実はこの NAC5 スタジアムからお送りしているわけなんですが、以前はもちろん埼玉県営大宮サッカー場で、そういうことを考えれば大山さん、やっぱり聖地でしたもんね。そうですね、ここのグラウンドに来ることが、半ば夢のような感じでしてね、もう常にも決勝戦はここだったわけだね。だからなんか当時のあの雰囲気と今もうリニューアルもされて、随分ね、もちろん大宮リージャーのホームですから変わってきてるんですが、全国大会の無難と提供でしたよね。確か大山さん、ゴール裏までね、観衆が詰めかけて下ろしたんですよね。ここの下にね、入りきれなくって、追い返すにもどうも観客の皆さんが大変な大騒ぎしているようで、結局交代連が判断されて、ロープを張って、バーッと下ろしたんですね。キーパーの後ろ、全部観客でしたね。ですよ。ゴールキーパーは普段と違って相当プレッシャーがあったと思います。さあ、それじゃあですね、本当に浦和が強かったという頃があったわけですが、14回大会から59回大会、これ1980年ですが、ここまでちょっと、ご覧ください。この映像があります。最初の頃は関西の高校で争われた高校サッカー選手権、埼玉代表が初めて出場したのは1931年
14回大会で出場した埼玉師範はその後7回出場して1937年には全国初優勝を遂げました。戦後は県立浦和高校が1951年に全国優勝すると54年、55年にも連続優勝、56年には浦和西が初優勝し、浦和市立も59年以降4回の優勝、さらに浦和南も69年と75、76年に3回の優勝を勝ち取りました。特に76年は選手権が首都圏開催となった最初の年で、テレビでの全国中継も始まりました。ライバルである静岡学園との対決に国立競技場は5万人を超える観衆で埋まりました。試合は2年生だった浦和南の野崎正治や1年だった水沼隆などの活躍で5対4で勝利。埼玉を制する者は全国を制すと言われ、まさに高校サッカー界は浦和の時代でした。まあ、浦和が強かった頃といっても、まあ、随分古い話になりますから。でも水沼さん、はい、30回から確か55回大会、55回はね、水沼さんの優勝ですが、25年間で11回高校日本一になってるんですよね。浦和、やっぱり浦和すごいんですね。そうですね、うん、まあ、僕らの頃も、まあ、僕は浦和南ですけど、浦和高校、まあ、浦和西、浦和市立、はいはい、やっぱそこは強かったというふうに思います、うん、でなんでだろうなって考えたときに、うん、やっぱこう指導者の方の熱というか、それがすごかったなっていうのはすごく思うんですよね、うんうん、で僕が良かったなと思うのは、小学校中学校っていう流れが同じ指導者だったんですよ。ああ、はいはいはい。でこれはボランティアの方です。お、少年団を教えてくれてた人が中学校になってもそのまま教えてくれてたんですよ、うん。ちなみに私も実は1980年、昭和55年から、まあ、埼玉に来てるんですが、ずっとですから大山先生とは長いんです。その大山先生の熱量も本当に随分感じてきました。どうやって勉強されてたんですか？いや、一言で言えば大変、選手たちには失礼なんですけど、自己流ですよね。あでもそれでもすごいですよね。良かれと思ってやることばかり、ただそれを積極的にやる度胸があるかないかですよね。度胸、確かに藤島さんね、まあ、監督は必要ですよね。そうですね、まあ、チャレンジするって選手にも求めてるんで、ね、我々指導者も何かこう現状を変えていくっていうところだったりとか、もちろんそのスタンダードを変えていく勇気っていうのもすごく大切だと思いますし、それをアップデートしていろいろと、まあ、考えて発信していくっていうのもすごく大切かなと思ってます。まあ、この浦和四高は非常に強かったということで、まあ、いろんなこう指導者の方がいらしたわけですが、じゃあここでですね、その懐かしい方のコメントをちょっとご紹介しましょうか。全国的にですね、埼玉県のサッカー進んでたと思いますね。私らがベンチで、まあ、テントを割っていろいろ選手に指示したり叱りつけたりですね、褒めたりする、そのベンチの周りにいる子ども、父兄、それから一般の見に来る観客の人たちが、その監督がどういうことをしゃべるかっていうことがすごく興味持ってたような気がしますね。ということで松本行司監督だったんですが、1963年でしたね、浦和南高校が創立をしてそのままサッカー部の監督をされました。で94年まで73回大会ですか、ここまでだったんですが、その中でも水沼さん、はい、1969年でしたかね、史上初の三冠というのがありましたよね。まあ、漫画にもなりましたし、本当にこうすごい偉業を成し遂げられたなというふうには思います、はい、ずっと教わっていたわけですよね。そうですね、こう厳しい指導を受けました、うん、本当にこうサッカーだけではなくて、やっぱり人間として、人としてやっぱ学生としてというところをすごくこう指導していただきましたし、うん、あとはこうサッカーに関して言うと、こう改めて思うのは、その時に言われたことが、予測しなさいということと、あとダイレクトを考えなさいということをすごく言われたんですね、うん、で予測っていうのはなんとなくイメージできるんですけど、うん、ダイレクトでプレーすることを考えろということは、要はワンタッチでプレーするために状況を考えて、うん、まあ、判断も伴って何を選択するかということを常に考えろというふうに言われてたんだなというふうに
後々思いました。いやワンタッチだとミスも多くなるし難しいだろうっていうふうに思ってたんですけど、でもやっぱりそういうことを判断とは言わずに、そういうことで僕たちに指導してくださったんだなというふうには思いましたね。一見見るとね、多少こわもてという感じだったんですが、はい、その時は嫌いでしたよ本当に、はい、高校3年間は、だけど本当に卒業して、代表とかにも選ばれるようになって、後々こう先生と普通に話ができるようになった時にはなんと優しい方だろうというふうに思いましたし、僕らに対して敬語を使うんですよ。あなたはね、なんとかですからねとかっていうような喋り方をするんですよ。認めてもらえたんだなってその時に思いましたし、なんか大山先生もすごく仲良かったらしいので、そうですよね、はい、ただ残念なことに一昨年でしたもんね、ご選挙されましてね、またまたこう学びたいところだったんですが、確かに大山先生はやっぱり追っかけていた監督ですよね。そうですね、本当に目標、大きな目標の一つで、私の目標はって言ったら松本先生と浦和南高校、埼玉あるいは浦和の知名度ってのはものすごい高くてですね、全国のトップレベルのチームがトレーニングマッチを求めてですね、この浦和にやってくるんです。でそういう時に松本先生は、新参者の私に、こういうチームが来るからちょっと来ないかっていうことでですね、本当に何度もこうお呼びいただいて、そういうところから全国のレベルっていうものを少しずつ勉強させていただいたっていうことがありますね。ただ話を聞きますとね、松本先生はやっぱり無難であったり、あるいは帝京であったり、そういうところに負けるもんかというすごいなんか強い意志があったそうですよね。もうそうでなかったらやっぱりやっていけないでしょうしね、私なんかはきっと松本先生からすれば、まだまだ若造だから大丈夫だから何を教えても平気だろうっていうような感じでお付き合いしてくれたんじゃないかと思うんですね。こちらの思いはちょっとだけそこは違ったんですけどもね、本当に、ちょっと悔しい思いでもあれば、教えていただいたということで、感謝することもたくさんありましたね。たくさんのやっぱり、指導者を育てるということも松本先生はやってこられました。そういった中でですね、今年日本サッカー協会がちょうど100周年ということでしたが、その会長立間幸三さんですね、話を聞いております。浦和全体の高校がみんな強いんですよ。つまりそれは浦和の中学校全体のレベルがきっと高くて、そのそこからみんなそれぞれの高校に行ってたんだなっていうのを感じましたし、実際浦和南高校、僕は入学して高校選手権唯一最後の3年の時だけですから出れたのは、全国大会で勝つよりも埼玉で勝つことが一番大変でした。この100年というのは、私たちサッカー協会も今年100周年で、まさにこの高校サッカー天皇杯の歴史が私たちサッカー協会の歴史なんです。でこの歴史を築いてきたのは、高校サッカー選手権であったり中大連であったり部活なんですね。今高校サッカーが100周年を迎えて、これはこの歴史は続いていくでしょう。次にクラブとかがどのように発展していくのか、みんながスポーツできる環境を作っていく、これが私たちの次の100年だというふうに思っています。田島さんは水沼さんとは入れ替わりです。卒業して入っていくってことですね。はい、田島さんのヘディングを見て、僕は浦和南って決めたんです。あ、そうなんですか。はい、そのゴールで優勝を決めたんですけど、静岡工業との試合で、でそれをテレビで見て、もう難航だという進路を決めました。で今田島さんの話の中には、その中学校時代もなんか浦和が強かったというような話されてました。これ水野さん、やっぱりそういうところから高校へ入ってという流れあったんですかね。そうですね、中学校レベルもそれこそ全中ができて、全国中学サッカー大会ができて多分6年目ぐらいなんですよね。で僕らの前に大原中とかが出て、で優勝したりとか、そういう流れから、じゃあ高校どうしようというふうになった時に、やっぱり、いろんな中学のサッカー部の子たちと話をしてましたよね。どこ行くどこ行くどこ行くみたいな、はいはいはい、やっぱり裏は中心がまずあって、で北部小玉があってっていうような形だったと思いますね。選手側にしてみればね、
高校に進学して、やっぱり何をやりたいか、やっぱりたくさんに見守れる高校選手権に出たいっていうのがあったでしょうから、それぞれお前どこ行く、お前どこ行くっていうのは当然やっぱり気になるところで、で俺も行くからお前も行こうよとかそういうことがあってしっかりですよね、はい、水間さんの中に児玉高校という話が出たんですが、あの当時の落合監督ね、確かにあの頃児玉強かったのは1回だけ優勝してるんですが全国3位なんですよね、それと当時1973年にインターハイ優勝してるんですが、インターハイに関しても埼玉はそこから優勝ないんですよね。だから今招致深谷高校が、小島監督なんですが、その下で金井コーチが、担当される、金井コーチの時代ですよね、73年というのは、だからあそっか、児玉、浦和って言うけど北部には確か児玉高校がいたんだなというね。そうなんですよね。まあ、今は本当こう中高一貫とかいろいろあるわけですから、あの藤井さんあたりはね本当に中高一貫でなおかつラビーダがありますし、はい、そういった責任というのもあるわけですよね。まあ、正直高校3年間、まあ、実際やっぱり選手権まで行っても2年9ヶ月10ヶ月という短いスパンだとなかなかこうサッカーも、ね、全て教えるというわけではないですけど、まあ、あの選手の成長という度合いを考えるとちょっと足りないという部分もあって、まあ、そこからやっぱり6年しっかりとこう見れる環境を作りたいという部分もあって2012年ですかね、吉井ラビダというクラブチームを立ち上げて、まあ、そこはもう練習環境も、指導スタッフもまあ共有した中でこう指導に当たってるんですけども、やっぱりこう、先を見据えた指導をこう時間かけていくのもすごく楽しみな状況にもなるのかなと思い、今、ね、そういった形で、まあ、スキーム作り上げてやっていこうというふうにやってます。大山さんも今もちろんブランジュニアはい、を、ね、教えていらっしゃるわけなんですか。ブランジュニアを立ち上げた当時は県南地区でサッカーが非常に盛んなんですけども、指導者そのものはそんなに数はいらっしゃらなかったんですね。そんなところで、子どもたちかわいそうだなっていうところから、この子たちを預かれば6年間指導することが可能だなっていうところから始めましたね、はい、ラビーダさんのようなレベルとはちょっと力加減が今違っておりますので、また別の意味で一生懸命指導したいと思ってますけど、さあそしてまあ OB の方もご紹介してるんですが、この方も浦和高校の OB ですよね、村井チェアマンですが、ご紹介しましょうか。今やっぱりこうやって J リーグに来て思うのは、埼玉の、サッカーのその井戸を掘った方々の功績は日本のサッカー界にとって非常にこう重い存在、いやまあ私なんかまだまだ全然ダメで端くれですけども、はい、そうですね、そういう意味では非常に埼玉で、サッカーをやっていたことが自分の人生にとって非常に大きな意味を持っていますし、それは大変感謝しています。1979年私立高校として初めて公立の壁を打ち破り全国に出場した大山監督率いる武南高校、2回目の出場となる81年60回大会で創部7年目で全国優勝を成し遂げました。決勝戦の相手は山梨の韮崎高校で、試合はエース星野慎吾の得点などで2対0の完封勝ち。31歳だった大山監督の采配が冴え渡りました。続く82年は元浦和レッズの田口義則や元 FC 東京監督大隈清のいた浦和南が無難に雪辱、全国では準々決勝に進みました。その後も武南は1988年から6年連続で全国に出場し、中でも1989年の68回大会は元大宮アルディージャの伊藤明や元横浜 F ・マリノスで当時1年生だった上野義治らを擁し準優勝に輝きました。また他にも鹿島アントラーズから浦和レッズに進んだ室井一栄や元レッズの宮沢克行、元ジュビロ磐田の金沢城、
元大宮アルジージャの斉藤雅人など多数の J リーガーを輩出しました。その武南のライバルとして全国出場を競ったのが大宮東です。この時期5回の全国出場を果たし、浦和レッズの滝田裕樹や大宮や浦和で活躍した桜井直虎を輩出しました。60回大会というのは昭和56年度なんですが、実はテレタマの決勝戦中継というのはここからスタートしてるんですね。そこから私も喋らせてもらってるわけなんですが、だからなんかこう武南への思い入れってすごくあったわけで、本当に武南高校の選手を見ても大山さん、星野慎吾を中心にしてすごかったですよね。はい、流れるようなサッカーというか。そうですね、直感で生きてるプレイヤーですから本当にボールをコントロールして、そしてどこに出るかは他人にはわからない彼しかわからないっていうところから、非常に絶妙なボールが出てくる選手だったので、本当に監督自身も読めなかったプレイヤーですね。はい。ただチーム構成という意味ではもちろん3年生中心なんですが、1年生の今大宮南高校の監督の田中龍太郎監督がね、1年生ディフェンダーでいましたよね。はい、そういうやっぱりバランスっていうのはあるんですか、チーム作りっていうのは。非常に性格的な問題もあるんですけども、積極的に前に飛び出すタイプじゃなくって、来るものを遮断しようっていうのには非常に長けた選手でしたね。そして1年生でありながら冷静さを持っていましたので、攻撃の起点にもなってくれましたね。なるほどね。水沼さんももちろん1年生での全国優勝ですから、はい、その上には、今浦和南高校の、ね、監督の野崎さんがいて、はい、3年生には森田さん、森田選手でしたかね、はい、華麗なこうシュートを決めるという。そうですね、はい、その辺こうチーム構成ってやっぱり勝てるというチームだ。多分僕が1年で出た時には本当にこう各学年に3人4人ぐらいみたいな、そんなバランスだったと思いますね。3年生がいっぱいとかそういうんじゃなかったと思いますね。藤島さんも考えたらそのチーム作りの中で例えば須藤が1年生だったりありましたよね、はいはい、やっぱりそういう形で3年生のみならず2年生1年生を使いながらという。そうですね、特に学年にこだわったことはあんまりないんですね、はい。ただその武南高校を追いかけてくるのが中村隆監督の大宮東だったんですが、先日中村監督にちょっと話を聞いたんですが、はい、大山先生のサッカーではとにかく選手一人一人個々のこの技術の高さ、これが非常にあったという話をしていました。だから対抗するにはやっぱり力強さとか運動量とか走り負けないとかよく動くとか、その辺で戦わなきゃ我々はやっぱり技術はなかったんでという話をされていたんですが、やっぱり技術を中心にこう教え込むという感じだったんですか。もちろん基本的なこととして、当然正しいキックであるとか正しいコントロールであるとかっていうのは練習の全般にわたって口酸っぱく言うことなんですけども、実際にはそこから次なるステップに応用していくっていうことが選手にとって一番大事な部分であって、トレーニングにおいては実は重要視しているのはその後者の部分ですね、自分の発想の中から、どういうプレースタイルを選んでいくかっていうのは自分で、選んでいきなさい、自分で、決めなさいっていうふうな感じで、言ってましたけどね。水間さんも松本先生も技術をね結構言ったという話は聞いてるんですか。そうですね、技術論もそうですし、あとはやっぱり予測とか、やっぱりワンタッチでするためにどういう判断を持っているかとか、そういうことをすごく教わったなという思いですね。はい、いやだから藤島さんといろいろ話をしたときに、我々放送の中では最終的には例えば延長なんか言ったらね、最後は気合ですよね、気力ですねと言ったら、藤島さんはいや気合気力のある皆さんはここに今いるわけだから、そうじゃなくてやっぱり最終的に技術なんだという、これすごく覚えてるんですが、やっぱり技術を注入していくということですか。
そうですね、もちろん最後は気持ちすごく大切な部分もあると思うんですけども、うん、まあ、先ほど上野さんから話したように気持ちなかったらその場に入れないと思ってるので、うん、それを逆に言えば最後決めきるのは、ね、テクニカルというよりも、ね、技術的な基本的な技術の発揮で大丈夫だと思うんですけど、うん、そういったところがあってという部分になると思うので、まあ、そういった質、まあ、クオリティを求めてトレーニングをすることによって選手のモチベーション的な部分ももっと上手くなりたいとか、うん、ね、もっとそこで、ね、あの自分自身の、ね、プレーの表現を、ね、あのいい方向に持っていきたいという状況にはなってくると思うので、うん、そういった、まあ、言葉かけは常に意識してします、言ってます、だからそういった中で本当にこういわゆるこうクリーンなサッカーでファウルもなくてというやっぱりあの当時のやっぱりなんだろうブランのサッカーというのは水野さんよく言われるんですがやっぱりもうまさに近代サッカーでねあの技術を持った中で中盤をつないでワイドで行くというそれで点を取るというなんかそういうイメージスマートでしたよねなんかそんな僕はイメージがありますね、うん、はい、僕らがやってたサッカーよりは本当にどん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 こう進化していってるし、うん、スマートだなっていう感じがしますし、うん、それこそ気持ちの話でいうと気合だけが気持ちじゃないと僕は思っていて、はいはいはい、やっぱり技術を高めるためにはそこには意志が必要で、うん、うまくなりたいっていうそれも気持ちの一つだと思うんですよね、うん、やっぱりそれを含めて選手たちが伸びていって、うん、でそれを監督、まあ、先生たちが束ねていって、うん、まあ、いいパフォーマンスができて多分要求は高いところにあると思うし、多分理想形って多分あるんですけどまだまだすごく遠いところにあるかなっていう、多分藤島先生なんかもそうだと思います、思いますし大山先生もそうやって多分ずっとやられたんじゃないかなというふうに思いますね、で、それとやっぱりサッカーの進化という話もありますが、あの、まあ、本当にこのナックファイブスタジアム見ても分かるように綺麗な芝ですよね。おそらく水沼さんの時はグランド土ですよね。何個も今人工芝ですけど選手権の予選の決勝はここでできましたけど、それまではだいたい西高のグランドとか、あ、西高のね、はい、がだいたい会場、裏高のグランドとかが会場でした、ね、サッカー変わりますよね当然、まあ、変わりますけど、うん、でも基本的な技術があれば、うん、多分そこは収まるんですよ。でそれは何で思うかというと、南米って大体そういうところでみんなサッカー始めてるんですよ、はいはいはい、でどんなボールに対しても反応が速くなるんですよ、コントロールに対して、うん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 、いろんな環境でもそれこそ上手くなりたいってそういう意思があれば、うん、いろんなこう対応はできるかなっていうふうにはちょっと思いますけどね。なるほどね、うん、ということなんですが、まあ、その後は93年あたりこう J リーグもスタートしてまたこう流れっていうのは変わってくるんですが、それではこれちょっとご紹介しましょう。高校サッカーで本当にこのサッカーの世界に導いてもらいましたし、まあ、特にやっぱり仲間との3年間っていうのは本当にかけがえのない3年間でした、まあ、当時はすごくタレントが揃っていたチームだったので、まあ、そういう上手い選手同士がうまく噛み合ってっていうところに、まあ、先生の、まあ、クリーンサッカーってよく言ってたんですけども、まあ、決してファールをしないとか文句を言わないとかっていう、もう本当基本中の基本のところを教えていただいて、でその子のタレントがチームとしてまとまっていったんじゃないかなっていうふうに思います。1995年、74回大会は浦和東が初めて全国の切符を手にしました。監督は元浦和南の野崎正春で、元ジェフ千葉の坂本正孝を擁し、就任7年目での快挙でした。その後も浦和東は野崎監督のもと24年間で5回の全国出場を勝ち取り、日本代表のゴールキーパー川島英二をはじめ、元大宮アルディージャの菊池康介などが J リーガーとなりました。1996年には元浦和レッズの堀之内聡がメンバーの浦和市立が13年ぶり12回目の出場を決め、ベスト8に進みました。公立の浦和勢と武南という勢力図も変化していきます。森谷保監督率いる西武大や埼玉栄といった市立が台頭。西武大は2004年の83回大会で元三田の島田裕樹や元大宮の福田俊介を擁して初優勝すると、2009年2010年には連続して全国に出場しました。特に2010年は元大宮の清水慎太郎を擁して準々決勝に進みました。そんな中、2006年に全国を戦った武南は
湘南のトミー大輝などがメンバーで前評判も高く期待されましたが、惜しくも3回戦で優勝した盛岡商業に PK 負けを喫しました。そしてステイラがありました。1対0で五つ高校を破っています。まあ、74回をご紹介したんですが、あの時は浦和東高校が初めて野瀬監督で全国に行った、あの坂本、それから、ゴールキーパーが今栄の監督ですよね、稲垣さん、それから今浦和東の監督平尾さんとか、そういうメンバーだったわけですよね。で浦和東から始まって、で、どうでしょう、あのいわゆるこう群雄割拠といわれるような状況には入っていくんですよね。そこに埼玉栄も1回行きましたし、磯貝監督でしたよね。で、浦和市立も池田監督になっていくとか言ってますし、なんかそういう状況の中で、ただ大山さんに話を聞いたら85回大会全国行った時、あの時のチームってのはいろんなことができるチームだという話されてましたよね。あのつなぐことはできるし、空中戦も戦えるし、そういった意味ではオールラウンドにできるプレイヤーが、あのたくさんいましたので、まあ、選手権に行ってもあの順調にあのこう調整できたもんですから、頑張れるんじゃないかなっていうふうに私自身は思っていたんですけども、まあ蓋を開けてみたら、とんでもないことになってしまった。まあ1回戦があの、三重の四中高ですね。はいはい、ここに1対0で、勝って、翌日の2回戦では、全日本ユースチャンピオンの、滝川第二高校と対戦になったんですね。でこのゲームも3対1で、まあ、予想外というか勝利することができたんですけども、関西人はただでは負けないんですよ。非常に激しいゲームになりましてね、結局試合が終了して宿舎に帰って、もう気がついたらもうみんなあの倒れてるって言ったら大げさですけど、トレーナーの治療を受けてるんですよね。で結局真夜中まで半数近いメンバーがあの治療に当たってたんですね。また翌日の盛岡商業戦ですよね、ここでまあ1対1から PK 戦になって力尽きたっていうことなんですけども、調子があの良くって先行きが見えそうな時だっただけにですね、その負傷は非常にちょっと辛かったですね。なんかこうなんかいろんなイメージを持って、そのイメージを実現できるチームという話をされてましたもんね。結構楽しかったですよ。今あの全国で名を馳せてる青森山田なんてのは練習試合でやってくれって来たんですけども、7点8点取ってましたしね、非常に得点力のあるチームでした。盛岡商業に勝っていたら、そのままトップを取るという感じだったか分かりませんね。たらればですけどね。確かにね。ね、まあでもちなみにこの74回から90回なんですが、まあ武南と浦和東が5回ずつ出てましたね。それから西武大が3回で、浦和市立が2回で、浦和南が1回とか、これ石上監督でした。で、埼玉が1回ということで、まあ、これだけの学校はまあ全国に出たということですが、あの、まあ、浦和東で言えば77回大会あの川島いましたね、ゴールキーパーのね、その川島にもちょっと話を聞いておりますのでご紹介しましょう。高校を通してプロに行きたいっていう夢があって、浦和東を決め手は、まあ、野崎先生がいたっていうのが、まあ、大きかったですね。あの指導方法も含めて選手権で優勝するっていう夢があって、それをこう毎日追いかけて、そこに全身全霊を注ぐ日々っていうのは、多分今でもそれぐらいの情熱って注げないんじゃないのかなっていうふうに思うので、そういった意味ではあの高校の3年間っていうのは、あれだけこう全てを注ぐ価値があったなって思うし、だからこそその高校サッカーっていうのも輝くし、自分自身のその高校生活っていうのもこう忘れがたい思い出になってるのかなっていうのは思います。浦和市立に入りたいと思ったのも、あの高校サッカーであの全国大会行きたいっていう思いもあっての入学だったので、あの、まあ、ちょっと言い過ぎですけど、高校生活の全てというかあの一番思いをかけていた部分だとは思います。
あの僕が、レッズに入る上でのね、一番の基盤を築いた、3年間だったと思いますし、あとはやっぱりその時にね、出会った仲間とか指導者の方々とか、あのそういったものが一番の財産かなと思いますね。2012年91回大会は招致深谷が PK 戦の末、県北部の高校としては38年ぶりで全国への出場権を獲得しました。招致深谷には現在フランスでプレーするオナイウ・アドーが2年生で在籍していました。2013年の92回大会は柏レイソルの戸島幸郎が10番をつける市立浦和が5年ぶりの全国出場を決めました。2014年の93回大会、初の決勝進出を果たした翔平が2対0で市立浦和を振り切り、初めての全国出場を果たしました。2015年は招致深谷が1対0で西武大を下し、2度目の全国大会出場を決めました。2016年は母校に戻って4年目の野崎監督が率いる浦和南と連覇を目指す招致深谷が決勝を戦いました。1点を先制した招致深谷に対し、浦和南は終了間際に劇的な同点ゴール。結局 PK 戦にもつり込み、招致深谷が2年連続3回目の優勝、全国大会では準々決勝に進みました。2017年、翔平は川崎の原田光輝や大宮の笹生和明を擁し、浦和西を2対1で下して2回目の全国出場を果たしました。2018年、インターハイで3位となった翔平と、こちらもインターハイに出場した浦和南が対戦。後半、吉田光のシュートで先制した翔平に対し、浦和南は大阪有利が PK を決め、同点に追いつきます。そして、ゴール前の混戦から庄司千秋が蹴り込み、逆転に成功します。これが決勝点となり、浦和南が17年ぶりの全国へ駒を進めました。2019年はタレントの揃う翔平が4対0で西武大を下し、3回目の全国出場、全国でも準々決勝に進み、全国に翔平の存在を知らしめました。そして2020年、鹿島アントラーズの須藤直樹と小川雄介、新潟の小見陽太、福島の柴啓太とタレントを揃えた翔平が連覇を果たし全国へ、連続して準々決勝に駒を進めました。そして今年の100回大会、西武大が延長戦の末、浦和南を退け、全国への出場を勝ち取りました。惜しくも全国出場を逃した浦和南の野崎監督、選手権への思いを語ります。この選手権にかける思いっていうのは、やっぱりこの限られた時間で限られた仲間とか、毎日毎日こうあの選手権のためにっていうことでやってる大会ですから、まあ負ければ終わりの選手権っていうことで、勝つチームは1チームですから、まあ、負けたとき本当に何が残るのか、そのような戦いを常に、まあ、歴史とともにずっと続けて、そういう選手権にかける思いっていうのを持って戦ってほしいと思います、ね。はい、
まあ、2012年からということでご紹介したんですが、91回大会に招致深谷高校は初めて全国に行きました。小島時和監督の下だったんですが、まあ、その後3回出てます。そして、まあ、昌平高校は93回大会が初めての出場でした。それからまあ4回出てるわけで、特にまあ98回99回はまあ全国のベスト8というところで、あの招致深谷もベスト8言ってるんですが、その時も青森山田でした。で、藤島さんの1回も確か青森山田ですよね、ベスト8はね、敗れているそうですね、ですよね、はい、さっきやっぱりその青森山田の話も出たんですが、はい、やっぱり強いんですよね。まあ本当にやっぱり、ね、高校の能力の高さはちょっと、多分今の高校年代では群を抜いてるのかなと。実は藤島さんも青森山田 で、はい、コーチ監督をされていて、はい、柴崎はそうですよね、そうですね、はい、はい、そういった選手やっぱりいるわけですね、はい、あの学校には。まあそうですね、やっぱりあの、うん、全国のトップのチームですので、まあ、本当に全国から青森山田でサッカーをするっていうことを目標にこう、ね、あのトレーニングを励んで、そこでやっぱり、ね、活躍したいという思いを持っている選手もいると思いますので、と言いつもでもやっぱりあの浦和時代を知っている水村さんね、本当にあの武蘭高校が60回に優勝してからもう40年なんですよね、トップを取れていないというのは。やっぱり埼玉県からの代表校が選手権で活躍して優勝してもらうっていうのは本当に僕の夢でもありますし、やっぱり長らくそれが成し遂げられてないっていうのはすごく悔しい思いでいます。で、今ねちょうどこう山田の話が出ましたけど、山田も全国には出るんだけどなかなかチャンピオンにはなれなかったんですよね。やっぱりそういう時代をずっと経験してて、まあ、それが血となり肉となりチームとしての力になってチャンピオンまでたどり着くっていうことの過程を考えると、例えば翔平さんとかはこれからもっともっと選手が集まってきて強いチームになって一つの壁を越えた時にはそこから長い歴史をまた築いていくんだろうなっていうような感じはするんですよ。で、やっぱり埼玉ってこうポテンシャルのある県だと思ってますし、選手もたくさんいる、ピッチが少ないっていうのはちょっと聞いたことがあるんですけど、やっぱりその環境を整えて選手たちが常にピッチで、まあ、高いレベルで試合ができて、高いレベルでトレーニングができて、そしてそれを見守る指導者の方たちがどん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 育ってきて、やっぱり指導者も入れ替わっていかないといけないと思うので、そういうことが、まあ、高校サッカー100年経って、でこれからの100年とか、まあ、近しい10年でいいですね、そのぐらいでこう変わっていってほしいなっていうふうには思います。はい、そういった意味では大山さん本当にあのね、もちろんここまで100回重ねたわけですから、サッカーも当然変わってきていると思うんですが、ただそういった中でなんかこうトップを取らないとちょっと遅れているのかなって思ってしまうんですが、そういうことでもないんですかね。周りからいただくプレッシャーは埼玉の先生方はひしひしと、藤島さんもそうですけど、感じていますよね。やはりもう一つはスカウティングになるんじゃないかっていうふうに思いますね。やっぱり総合力の中にも突破できる選手であるとか、これをやったら絶対に負けない選手であるっていうのは不可欠ですよね。そういった選手をいかにこうチームに取り込むか、これがやっぱり今の埼玉県の課題で、今水沼さんもおっしゃったけども、藤島さんのところがそういったことができるような、今は一番全国を制するに一番近い位置にいるんじゃないかっていうふうに私も思いますね。責任重大ですね。そうですね、今すごく今が一番プレッシャーかかる。それほどでもやっぱり期待をされて、やっぱりこう順番にこう育てていこうという、そういう環境は整っているわけですよね。そうですね、もう私もやっぱり何より積み重ねが一番大切で、まあ、その中で我々指導者もやっぱり、ね、現状をもちろん、ね、あの現状維持がイコール私自身はもう衰退だと思っているので、逆に現状維持 OK ではなくて、そこを少しでも変化を加えて、まあ、あのいい時に変える勇気を持つっていうところの中で何ができるかっていうところまでやっぱり取り組んでいくことも必要かなと。自分のチームが勝つことすごく大切だと思います。選手は勝ちたいと思う気持ちもあるので、そこを大切にしたいですけど、やっぱりその先、まあ、本当に埼玉県のサッカーの発展だったりレベルアップだったり、もう日本サッカーがどうなっていくか、そして世界に通用するプレーヤーっていうのを育てていきたいっていうのも今私も考えている状況なので、うん、まあ、逆にその、ね、すごく夢になる話かもしれないですけど、夢を、ね、あの話しないと、ね、現実にはならないと思っているので、本当そういった部分をより良くしていく環境を
まあ、みんなでこう、ね、情報共有しながら、ね、語り合える環境というのは作っていくべきなのかなと思っています。大山さん、はい、まあ、本当にいくとも言っていますが、まあ、当然100回が終わって、まあ、次の100回に向かってという中で、これ埼玉のサッカーってどんなことが必要になってきますかね。まあ、チーム戦術っていうのも大切な要素の一つなんですけども、まずはスキルアップですね、突破できる選手も欲しいし、やっぱりシュートレンジからゴールマウスにきちっと打てる選手も欲しいしっていうふうなところをバランスよくこう組み立てさせるためにはやっぱりそれなりに子を育てていかない限りは、なかなかトップに行けないんじゃないかっていうふうな気がしていますね。まあ、子という意味では水村さんみたいな選手がたくさんいればもちろん言うことないんでしょうが、確かに大事な部分ですよね。まあ、そうですね、あとは今選手たちがそれこそ選択できる時代になっていると思うんですよね。こういうサッカーやりたい、こういうサッカーやりたい、この人と一緒にやりたい、でそれをこう選手たちが求めているものがそこにある、そういう環境になってほしいですよね。まあ、僕の要求はたくさんありますやっぱりそうやって、まあ、いろんな県がやっぱり発展してきてるっていうのはそういうところに絡んできてると思いますので、それこそもう高校サッカーフェスティバルの文化になってきてますし、いろんなところで春休み夏休み大会が開かれてるとか、もうそれもね県自体のやってるとは思いますけど、そういう大会を開いて強豪チームを呼んだり、いろんな交流があってまた新たな発見があってというような形で進んでいってほしいなというふうに思います。指導者の方たちはもう情熱のあふれてる方たちがたくさんいると思いますので、はい、藤島さんも我々こういろんなこう先生方の話を聞くと、やっぱり翔平は個の能力が高いとよく言われるんですが、その個という今話が出てるんですが、この能力ってのはどうなんですか、やっぱり持ってるものですか。まあ逆に多分スペシャリティは教えられるものではないのかなとも思っています、うんうんうん。まあ、ミスがいいとか悪いとかではなくて、もうチャレンジ OK っていう状況だけはもう常に作っていくことも大切かなと、まあ、そういった意味で気づきを促すっていう指導はすごく大切だと思ってますし、それが個、のスキルアップレベルアップにも間違いなくつながるのかなと思ってます、うんうん。はい、まあ、指導者という話も出ますが、大山さん、やっぱり指導者の指導というのも大事になってきますよね。現状維持ではダメでして、やっぱり新しくいろんなお互いに意見交換とか研修を積んでですね、また交流も深めながらですね、独自のやり方っていう独自性をですね、ちょっと深めてもらいたいっていうふうに思いますね。で野崎監督もよくおっしゃるのは、やっぱり大山先生、それから松本先生がそうですが、指導者を指導してきたと、そういう分自分たちまだ足りないということなんですが、今見たら大山先生のこう指導された方々というのは、田中先生、内野先生、田村先生、浦田先生、二見先生、前田先生というところが本当にこうベスト8に来るような方々が今監督されてますよね。そうですね、安定した力を発揮するようになってきましたね、OB 諸子だけではありませんけども、本当に身近な人にはやはりもっと頑張ってほしいなっていうふうに期待しますね。それから、まあ、野崎監督自身も実は平尾先生とか、あるいは稲垣先生、それから春日部東の本田先生とか、越谷東の岸先生、育てていないと言いながらやっぱり指導した方々がやっぱり来てるわけですよね。そういったこうサイクルって大事ですよね。責任を持って次なる監督を作っていかなければいけないっていう使命感もありますし、そういう流れの中でやっぱり強化を重ねていくっていうことを考えていかなければいけないと思いますよね。さあ、そうすると藤島さん、本当にまあ、今回100回大会はね、残念ながらちょっと行けなかったんですが、はい、まあ、来年以降またね、いろんなこう思い巡らしていると思うんですが、はい、今回西武大高校さん、ね、出場されますけども、いや本当にぜひ全国優勝で優勝旗持って帰ってきてもらえたら、すごく我々にとっては、まあ、嬉しいというか、まあ、埼玉県にとってすごく素晴らしいことだと思ってます。逆に言えばそこで我々が、ね、その西武大に絶対勝つぞというモチベーションを持ってできるっていう、そのサイクルの方がすごく全体の活性化になると思いますし、また来年度のチームは、我々もチームとしての戦い、いい方向に進むように頑張っていきたいなと思っています。
本当に水野さんやっぱりかけがえのない体験ですもんね、優勝するというのはね。そうですね、今考えてみるとサッカー協会の会長は埼玉県の高校出身、はい、で J リーグのチェアマンも埼玉県の高校出身、素晴らしい方たちがやっぱりトップに立っていらっしゃるので、やっぱりそこについていけるようなやっぱり人材発掘じゃないですけど、うん、まあ、そういう人たちも育っていってほしいなというふうに思いますけど ね、 ですね。今年は西武大高校が全国に行ったわけなんですが、まあ、29日ですよね、三重高校と対戦します。まあ、是が非でも勝ってほしいんですが、大山さん、西武大高校にしようと。そうですね、はい、この記念すべき100回は誰しもが出たかった大会なんで、うん、その代表が西武大高校で、埼玉を挙げて応援しますので、うん、ぜひ西武大らしい豊富な運動量を生かしたですね、スピーディーで切れ味のあるサッカーを見せてください。よろしくお願いします。ということで、全てまとめていただきました。今日はですね、あの100回ということで、まあ、記念番組としてお送りしたんですが、大山照人さん、そして水島隆さん、そして藤島隆之さん、3人の方にいろいろお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。